栃木城は、下谷国津賀郡栃木、現在の栃木県栃木市城内町にあった、日本の城である。港川広照が築城し、栃木町を繁栄させる基盤となった。栃木市指定史跡。港川市の居城を山城である港川城から平城に移す計画自体は、天正年間の初めから始まっていて、自社を港川からこの付近に移転させていたことからも、それが見られる。 しかし、三万五千石の正大名である宮川氏にとっては新しい城を作ることが簡単ではなかった。そんな中、天正十八年に宮川城が豊臣秀吉の軍勢によって落とされた。居城を失ったことにより、翌天正十九年、宮川広照によりこの城が築かれるに至った。城は一年ほどで完成し、高寺氏は城下町の構築を始めた。 当時の土地には荒れ地であったが、高寺市の政策によって繁栄を見せ、江戸時代に日光霊平市街道の宿場、栃木塾として渦間川の周運で栄えることとなった。慶長14年、将軍徳川家康による高寺市の改益と城取り壊し政策により、廃城となる。追記からわずか19年間という短い歴史であった。その後、 栃木町は支配者の変遷を繰り返した後、足利藩領になり、その陣屋は宝永元年栃木城内に設けられた。それから完成元年に、現在のその山満福地南側から栃木会裁判所にかけての場所に移された。城石の一部は1972年8月28日に、 指定史跡となり、翌年からの整備事業で、児童公園の栃木城市公園に生まれ変わっている。城の名残としては、L 字型の堀と小高い月山が残っている。ありがとうございます。